最もひどいのは緊急事態条項を入れる。緊急事態条項についても分かってない人多いんじゃないかな、うんうん、緊急事態条項というのは戦前で言えば戒厳令みたいなもんですね、うん、一切の人権を停止すると。そして内閣が直令みたいなのを出して法律に代わる、命令で法律を作る、独裁政権を作るということですね。これはまあナチスと同じです、まずいですよね。そういう体制ができる条項を震災のためとかそういう震災で人々を救助するために必要だからということで緊急事態条項を入れようとしている。そういう、こう今言ったようなその宇都宮さんが説明してくださったような具体的な中身をマスコミが丁寧に丁寧に国民に、まあ憲法を変えようということはこういうことだよということをですね、あの伝えきってないと思うんですよね。そうですね、うん、だからそのマスコミもちょっと問題がありますよね。とりわけテレビ報道はね。そうなんですね。ただね、私はやっぱり、うん、あの政府も問題だと思っていて、うん、安倍総理は現実にあのてか自民党はすでに日本国憲法改正草案出していて、うん、変えるって言ってるわけじゃないですか、うん、安倍総理ははっきり、まあ、これニコニコ見てる人には本当にあのね、あのこれ大きな問題だということを本当に分かっていただきたいが、自分の3年間の任期中に憲法を改正すると言ったわけです、うん、そしてこのまさに明日のこの参議院選挙で憲法改正の発議に必要な3分の2以上の獲得を目指すと言ったわけじゃないですか。とするとあのすでにもう改憲はもう大手がかかってるわけですよ。ですからその中身について論争しようとすると、いやそれは憲法審査会でやってくださいっていうふうに総理は自分は憲法を改正するんだって言っておきながら、うん、論争を国会でも避けてるんですよね、うん、でもマスコミのせいや他の人のせいにしても仕方がないわけで、私たち自身がやっぱりその憲法改正っていうのがどういう意味なのかもっともっと分かるような形、だから一つは基本的人権の制限などももっと分かりやすく言う必要あるかもしれないですね。どうですか。憲法改正の話っていうのはあの、まあ、自治体議員をやっているとあの結構やっぱり声としては、うん、いろんな心配の声は上がってきますよね、うん、ただそれがなんていうかな、その選挙になると少しちょっとこう遠いというか、直接的にこう関わってこないっていうところが、やはり先ほどお話しした